マヨ女。私は若菜、専業主婦。夫と小学1年生の息子の3人家族。毎朝夫と息子を送り出してからが私のゴールデンタイムだったのだが、ある日を境に生活が一変。夫がテレワークで仕事をすることになり、息子の小学校も休校に。誰もいなくなった家でコーヒーを飲んだり、幸せ。ドラマを見たりと一人時間を満喫していたのだが、今では私のソファー。そんなある日、何してるの？オンライン会議ここでやろうと思ってるんだけど、後ろ映っちゃうから。夫が突然寝室の模様替えを始めた。それでわざわざ買ってきたの？こんな汚いカーテン上司に見られたら恥ずかしいだろ。前のカーテン、さらには置物やディフューザーなども並べ出す始末。そこまでする？これで背景も映えるし。ちょっと趣味悪くない？へえ。いいんだよこれで。こんなの寝室に置かないでほしい。うわ。さらに私のストレスは増していった。え？また焼きそば？もう飽きた。あなたがそういうこと言うから翔太が真似するの。だって3日連続だし。ブー。何も手伝わないくせに文句ばっか言いやがって。悪いけどこれ食ったら仕事するから、翔太とちょっとどっか行ってきてよ。どっかって、そんなこと言っても連れて行けるところは公園くらいしかない。翔太、公園行こっか。また公園？もう飽きた。家でゲームする。ダメ、パパの仕事の邪魔になっちゃうから。嫌だ嫌だ嫌だ。息子をなだめるのにも一苦労。もちろん一人の時間なんてどこにもない。これっていつまで続くの？ストレスの限界を迎えた私は、ある日夫が昼寝をしている姿を見てふとひらめいた。これでよし。プープー。そろそろ起きなくていいの？今何時？もう4時だけど。やばい、会議の時間だ。夫は慌ててパソコンの電源を入れてオンライン会議に参加した。すみません、ちょっとバタついてまして。汗汗。なんだその顔は。え、なんだこれ。あの息子のいたずらで。プープー。上司の方は笑って許してくれたみたい。クライアントの前ではやるなよ。顔を真っ赤にして謝る夫はかわいそうだったけど、私は少しだけ日々のストレスから解放されました。すっきり。しかしこのお話にはもう一つの結末があった。コウスケ、こんなこと考えてたんだ。ちょっと可愛いかも。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。